ぞ。卑怯者だ。あの時落下山で脱出した敵の搭乗員をあろうことか。それがお前たちのじいさんだ。俺は自分が人殺しだと思ってる。私は死にたくありません。私は生きて帰りたいです。今何と言った？やれ！やつは海軍航空隊一の臆病者だ。命は一つしかない。どんなに苦しくても生き延びる努力をしろ。だったらやっぱりおかしい。そんな人が特攻に志願するはずない。君の元に戻ってくる。臆病者と呼ばれても家族の愛のために生きた男。そんな男がなぜ特攻に志願したのか。ええ、特攻は志願制だって言うから。どうして？いや面白い。ますます面白くなってるよ。終戦60周年プロジェクトの目玉になるよ絶対。そうだ、いい知らせがある。宮部久蔵を知ってる特攻隊の生き残りが見つかった。元海軍中尉谷川正夫、岡山県備前市の老人ホームにいるらしい。で悪いんだけどさ、また恵子ちゃんたちで取材してきてほしいんだけど。取材？お、いいよね。わかった。でさ、この仕事が終わったら。ちょっと待ってよ姉ちゃん、なんでいつも高山さん俺が来る前にいなくなるわけ？だから忙しい人なのよ。高山さんと何かあった？別に。嘘つけ、何か言われたんだろ。言われたよ、この仕事が終わったら結婚しようって。あ、で次に会う谷川さんって人のことなんだけど。いやいや聞き流せないでしょ。プロポーズされたの？されたのかな。いや思いっきりされてるよ。でどうすんの？どうするって何が？何かってすんの結婚、高山さんと。姉ちゃんさ、本当に高山さんのこと好き？高山さんはいい人よ。ちゃんとした仕事も持ってるし、私の仕事にも理解あるし。好きかどうかを聞いてんだよ。高山さんは結婚相手としては申し分ない人だと思う。なんだよその言い方。あんたが聞いたから答えたんでしょ。この前藤木さんと会った。まあおじいちゃん家だけど。藤木さんの鉄工場うまくいってないんだって。そのせいかまだ未婚だって。
今だから言うけどさ、俺見たんだよ、姉ちゃんがおじいちゃん家で。藤木さんと一緒にいて泣いてるとこ。恵子ちゃん、あれ藤木さんが田舎に帰る前の日だったよね。好きだったんだろ藤木さんのこと。どうかな、でも告白はされなかった。え？それに二人きりでデートしたこともない。つまりそういうこと。なんだよそれ、まるでおじいちゃんの時代みたいじゃないかよ。調べたんだけど、確かに特攻は志願制って書かれてる本が多かったんだけど、中には強制的な志願って書かれてる本もあって。強制的な志願って何？なんだろう。戦争の話はほとんどしたことがない。手柄話と受け取られるのは嫌だし、かわいそうと同情されるのも真っ平だ。まして興味本位で質問されるのは耐え難い。いえ、今日私たちは。分かってる。本当は後世に語り継がねばならない話だ。特にあんたたちは宮部の孫だ。祖父は特攻に志願して亡くなっています。ご存知なかったんですか？私は上海第十二航空隊で宮部と一緒だった。上海、中国ですか？そうだ。宮部は非常に勇敢な、恐れを知らない戦闘機乗りだった。フィリピンで空母瑞鶴に専属になった時、そこで宮部と再会した。高度によって異常が発生します。油圧に何か問題。油圧計の確認をお願いします。はい。谷川さん、谷川さん。宮部、宮部じゃないか。お前生きていたのか。はい、谷川さんもご無事で。押せよ同年兵で。そんな言い方、俺が話しにくい。俺をお前で行こう。分かったよ谷川。翌日宮部がこんなことを言った。俺は防御力のある飛行機が欲しい。防弾板が欲しい、そういうことか。それがないばかりにどれだけ多くの搭乗員が亡くなったか。それをもっと俺は。声大きい。この飛行機じゃたった一発の流れ弾で命を落とす。宮部、確かにグラマン F6F なんかは
生ビリバナ記事を100発打ち込んでもケロッとしてるな。一度撃墜した F6F の残骸を見たことがある。お防弾板の厚さに驚いた。そうか、米軍は搭乗員の命を大切にするんだな。米軍は空襲にやってくるとき必ず潜水艦を配備している。ああ、不時着した搭乗員を助けるためにな。つまり米軍の搭乗員は落とされても戦場に復帰できる。そうやって失敗を教訓にしながら熟練の搭乗員を育てられるってことだ。俺たちは一度の失敗で終わりだな。だから日本の熟練搭乗員は減る一方だ。そういえばこの空母、若い搭乗員が多いな。飛行経験が2年にも満たない奴らばかりさ。発着訓練のたびに飛行機を失われ、搭乗員も次々に死んでいく。え、空母への着艦もできないのか。若い搭乗員に聞いたらまだ100時間も飛んでいないらしい。100時間、 それじゃ飛ぶだけで精一杯じゃないか。ああ、空母への着艦もできない連中に戦争なんてできるのか。実は着艦の訓練が中止になるそうだ。中止？飛行機がもったいないという参謀の判断だ。訓練しなかったらいつまでも着艦できないぞ。着艦さえできればいいと思ってるらしい。つまり若い搭乗員の攻撃は最初の1回限りだ。1回限り？その後はどうなるんだ。日本軍には最初から徹底した人命軽視の思想があった。だからあんなことができたんだろう。あんなこと？特攻だ。昭和19年のマリアナ沖海戦で連合艦隊は遺跡の空母など戦力の大半を失い、敵のサイパン上陸を阻止できなかった。米軍の次の標的はフィリピンのレイテ島であり、連合艦隊はそれを阻止するため周囲一部を確保した。機動部隊をおとりにして米機動部隊を引きつけ、その隙にヤマト、武蔵など水上部隊がレイテ島に突入し、敵の輸送船団を撃滅する作戦だ。しかしその際、水上部隊を援護する航空機が日本にはもはやなかった。そこで敵の空母の飛行甲板を破壊し、空母から航空機を飛び立てなくするために生み出されたのが特攻だ。それが特攻の始まりですか？始まりではない。特攻はあくまでもこの初号一号作戦に限ったものだった。なのにこの作戦が終わっても終わらなかった。一人歩きを始めたんだ。そんな時私は宮部と別れ、フィリピンの
マバラカット基地に配属された。マバラカットなんて嫌な響きだ。マバラカット基地について間もなく私たち可視艦以下の搭乗員が集められた。誰？今日本は未曾有の危機である。そこで今後は米軍に対して必殺の特別攻撃を行う。特別攻撃は実施霊障の作戦であるから志願する者だけが参加することにする。それがどういう意味か誰もがすぐに分かった。志願する者は一歩前へ出ろ。すぐに動ける者などいなかった。行くのか行かないのか。気がつけば私もみんなに合わせていた。志願したということですか。今の話が志願だと思うかね。わからないだろう、あの場の雰囲気など。いたものでなければわからん。考えて判断する暇などない。上官の言葉に反射的に従う。行くのか行かないのか。こんな軍人の習性など君らにはわからんだろう。戦後マバラカット基地でのこの状況を書いた本を読んだことがある。上官の言葉に搭乗員たちが我先に行かせてくださいと進み出たことになっていた。冗談じゃない、大嘘だ。谷川さん、どうかしましたか。いや、なんでもない。大きな声を出して悪かった。いえ、命令ではない命令、強制的な志願ということですね。ずっと謎でした。宮部久蔵は中国の戦地にいた時には勇敢で恐れを知らない戦闘機乗りだったんですよね。飛行機の操縦もうまかった。そうだ。なら航空兵に志願した理由は分かります。それなのにどうして特攻に志願したのか、それが今やっと分かった気がする。分かったような気がする。特攻が上官の命令だったからですよね。そうですよね、上官の命令には逆らえないですもんね。そう考えたら祖父もかわいそうっていうか。それは違う、それは違う。違うとは？
連日特攻機が出撃した。私はなぜか特攻に回されず直縁任務につけられた。ある時、私は攻撃から戻る途中、発動機の不調でニコルス基地に不時着した。するとその日のうちに全搭乗員に集合がかかった。司令や飛行長の様子から私はこの基地にも黒物が来たと思った。お前たちに話すことがある。マバラガットの特別攻撃については聞いていることと思う。ここにゴルスでも特別攻撃隊が編成されることとなった。作戦に成功できれば日本はこの戦争に勝てる。そのためにはお前たちのゼロ戦に爆弾を抱かせ敵空母に突っ込み叩き潰しておく必要がある。この特別攻撃は実施霊障の作戦だ。よって志願者のみの参加とする。目をつぶれ。その頃はもう皆が特攻を知っていた。当然覚悟もしていた。特別攻撃に志願する者は一歩前。私もまばらカットの時のように前へ出た。目を開けろ。だがただ一人動かない搭乗員がいた。宮部だった。志願する者は前へ。志願する者は前へ出ろ。宮部総長、お前命が惜しいのか。どうなんだ宮部、答えろ。命は惜しいです。それでも帝国海軍の軍人か。はい、軍人であります。宮部総長、お前命が惜しいのか。答えろ。命は惜しいです。今でも私があの時ニコルス基地で見たことが実際にあったことなのかと思う時がある。特攻を拒否するというのは大変なことですよね。でも
一応命令じゃなくて志願ですよね。宮部のしたことは一種の公明だ。公明。上官の命令に逆らうこと、軍隊では死刑に値する。そこまでして祖父は、宮部久蔵は絶対に生きて帰るという自分の意志を貫いたということですか。そんな綺麗事じゃ済まない。特攻を受け入れることは死ぬことを受け入れることだが、拒否することも死を意味していた。上官の意志に抗えば戦闘機を取り上げられ、さらに危険な戦地に送られる可能性だってある。現代のサラリーマンが会社の命令である点検を拒否するのとは全く意味が違う。にもかかわらず宮部は特攻を拒否したんだ。どうして志願しなかった？宮部、お前あんなことして。俺は絶対に特攻には志願しない。今日まで戦ってきたのは死ぬためではない。宮部、どんなに過酷な戦闘でも生き残る確率がわずかでもあれば戦える。だが必ず死ぬと決まった作戦は絶対に嫌だ。変わったな、お前。上海にいた頃のお前はそんな恐ろしいことを口にするような男ではなかった。谷川は初めて志願したのか？二度目だ。最初はまばらカットで志願した。お前が死んで悲しむ人はいないのか？もういい、やめろ。親や兄弟はいないのか？彼らはお前が死んで悲しまないのか？やめろ！妻がいる。日本を経つ4日前に結婚した。それならなぜ特攻に志願した？あれは帝国海軍の搭乗員だ。言い方にがよく聞け。特攻を命じられたらどこでもいい。島に不時着しろ。当時は発動機の不調で戻ってくる特攻機があった。だがそれを意図的にするなんて、軍法会議にかけられれば間違いなく死刑に値するほどの恐ろしい言葉だった。お前が死んだところで戦局が変わらない。しかしお前が死ねば、お前の妻の人生は大きく変わるんだぞ。言うな。俺は特攻を命じられれば行くだけだ。
なぜだ。私に不時着してでも体当たりするなと言った本人がどうして体当たりして死んだんだ。宮部の腕ならどんなに難しい不時着でもできただろうに。不時着？その人は不時着と言ったのか。うん。なんで不時着しなかったんだろうって。そのくらいの腕はあったはずなのにって。おじいちゃんさ、聞きにくいんだけど、おばあちゃんから何も聞いてない？そのおじいちゃんと結婚する前の旦那さんのこと、宮部久蔵さんのこと。おじいちゃん。あ、ごめん、やっぱいいや。知ってたらとっくに教えてくれてるよね。俺たちが調べてるの知ってるわけだし。そういえばおじいちゃんも戦争体験者だよね。え、じゃあ兵隊に行ったの？ああ。え、志願兵？え、赤髪？戦争末期の学徒出陣だ。学徒出陣。そうか、おじいちゃん大学行ってたんだ。すげえ。すごいよね、その時代に大学生って。うん、話した。まあ途中経過みたいなことだけど。だってなんかじいちゃんに黙ってばあちゃんの前の旦那さんのこと調べるの嫌だからさ。そうだね、分かった。でね、筑波海軍航空隊って知ってる？え？何、知らない。戦時中に戦闘機乗りの養成所だったみたい。へえ。で？戦争末期にそこにいた、あ、元海軍中尉の武田孝則さん、この人が宮部教官を知ってるって。宮部教官？うん、高山さんが見つけてくれたんだけど。ちょっと待って、何宮部教官って。ああ、宮部久蔵さんはそこで教官をやってたんだって。え、飛行機の先生だったの？みたいよ。なんだよ、もうますますわからなくなったよ、宮部久蔵が。とにかく私に会ってくれるみたいだから行ってくる。わかった。いつ？ああ、日時は高山さんと相談してまた後でメールするから。え、高山さんも来んの？場所は武田さんの会社になると思うから。武田さんの会社？ああ、武田さんって今東証物産の会長さんなんだって。東証物産って大企業じゃん。俺でも知ってるよ。お待たせしました、武田です。宮部さんのお孫さんはお二人だと伺っていたんですが。はい、佐伯恵子です。佐伯健太郎です。武田会長の秘書の方にアポイントメントを取らせていただきました、高山と申します。新聞社ですか？はい。確かに新聞社からの問い合わせがあったと聞いてはおりますが、私を探しているのは宮部さんのお孫さんだと伺ったので、ぜひお会いしたいと思っていたんですが。もしあくまでも個人的なお話ということであれば、私は同席させていただくだけでも結構です。私はあなたには語りたくない。
私はあなたには語りたくない。なぜでしょうか。私はあなたの新聞社を信用していないからです。私は新聞記者として武田さんが特攻隊員であったことに真摯に興味を持っています。それにあなたのような方が特攻の体験を語ることは大変貴重なことだと思います。貴重？何がでしょう。あなたは戦後立派な企業戦士になられた。そんなあなたでも愛国者だった時代があったという事実がです。なぜ私が愛国者だったと言えるんですか。特攻隊員は志願制ですよね。そういう形をとっていました。つまり武田会長、あなたも志願なされた。あなたのような方でさえそうだったとしたら、あの時代全ての国民は洗脳されていたのではないかと私は考えています。洗脳？私も死んでいった私の仲間も洗脳されていた、そう言いたいのか。はい、私は特攻隊員は洗脳されていたと思っています。しかしそれは過去の話ではなくて、 9.11 のテロのように今でも同じような自爆テロが世界中で起きている。自爆テロ？はい、私は自爆テロのテロリストも、日本の神風特攻隊も同じ精神構造だったと考えています。なんということだ。それは宗教的な殉教精神とでもいうようなものではないかと私は考えています。なぜそんな考え方ができるんだ。私は自爆テロリストの遺書も特攻隊員の遺書も読んだことがあるからです。特攻隊員の遺書を読んだ？はい、彼らは国のために命を捨てることを嘆くよりもむしろ誇りに思ってました。それはテロリストたちが神のために命を捨てることを誇りに思ってるのと同じことで。なるほど。その遺書が特攻隊員の本心だと思ってるのか。喜んで死ぬと書いてあるからといって本当に喜んで死んだと思ってるのか。いや、もちろんそれは彼らのせいではなく、愛国的思想に追われたあの時代のせいであり、それを流した軍部のせいです。まあ、そういった意味では本当に。そんな話はしていない。あなたは新聞記者のくせに死にゆく者が書いた文章の行間を読めないのか。乱れる心を抑えに抑え、残されたわずかの時間で家族に向けて書いた文章の心の内を読み取れんのか。おっしゃってる意味はわかります。ですがそれは自爆テロリストが残した遺書に同じことだ。いい加減にしろ。自爆テロは一般市民の殺戮を目的だ。無垢の民の命を狙うものだ。だが特攻隊が狙ったのは無垢の民の住むビルではない。我が国を攻撃する爆撃や戦闘機を乗せた航空母艦。その差は認めます。ですが殉教的思想があったという点で特攻隊に通じると僕は思い。第一、あんたは軍部が愛国思想を流したと言ったが、それを流したのは私に言わせれば新聞社だ。当時国民が洗脳されていたというなら、その洗脳は君らマスコミの仕業だ。しかもあなたの新聞社は戦後変節して人気を得た。戦前の全てを否定し大衆に迎合したの。それは我々の先輩たちが戦前の過ちを検証して戦争と軍隊を否定したために大衆の賛同を得たと思ってます。違う。あなたの新聞社は国民に愛国心をなくさせるための論陣を張っただけだ。まるで国を愛することが罪であるかのように。それで誤って愛国心を立たせたと思ってます。それだ。戦前とは真逆の主張をしたくせに愚かな国民に教えてやろうという姿勢だけは変わっていない。結果この国ほど自らを軽蔑し近隣諸国におもねるようになった国はない。あなたに戦争のことを語りたくない理由をまだ話さなければなりませんか。わかりました。ただ彼らは私とは無関係です。ぜひあなたの記憶を話してあげてください。失礼します。
ぞ。君たちもあの男と同じような話をしたいのならもう用が済んだのでは。いや、僕は祖父のことが知りたいんです。当時臆病者と呼ばれ戦場で逃げ回っていた祖父のことが。臆病者？妻子のために自分の命にこだわって生きて帰るために特攻を拒否したはずの祖父のことが。それなのになぜ特攻に行ったのか、たとえそれが命令だったとしてもなぜ不時着しなかったのか、その理由が知りたいんです。話は分かりました。しかし私が宮部さんとの思い出を語ることがその謎を解くかどうかは分かりません。結構です。お願いします。祖父のことを話してください。どうぞ。失礼します。失礼します。私たちは祖父が教官をしていたというのは初耳なんです。当時私は飛行予備学生、つまり大学出身の士官でした。学徒出陣、戦況が悪化するとそれまで徴兵を免除されていた大学や旧制高校の生徒たちも徴兵されました。そういう予備学生の飛行訓練は本当に過酷でした。教わる方はもちろん教える方も必死だったに違いありません。一刻も早く飛べるようにし、特攻で使えるようにしなくてはならないのですから。そんな中、宮部教官は私たちに合格点をくれない教官として有名でした。冗談じゃない。一体いつになったら合格点つけてくれるんだ。他の教官だったら十分に課だったはずだ。宮部教官のような戦地帰りから見れば俺たちなんぞまだまだひよっこだと言いたいんだろう。いや、大半に負荷をつけるならまだしも全員に負荷をつけるなんて、それもずっとだぞ。きっと俺たちが士官なのが気に入らないんだろう。自分が10年以上かかってやっと慣れた少尉に俺たちは何も苦労せずになってるのが面白くないっていうことか。だからってこんな嫌がらせすることないだろ。嫌がらせ？そう思いました。それで我々は思い切って他の教官たちに訴えました。で、その嫌がらせはなくなりましたか？宮部教官の態度は頑として変わりませんでした。その後も負荷をつけ続けたんですか？敵ながらあっぱれだと思いましたよ。宮部教官は案外骨のある男じゃないかってね。しかしさっきも言いましたように我々は一日も早く飛行機乗りになることを求められていました。しかし宮部教官のせいで我々は戦場に行けない。じゃあそれで武田さんは戦場に行かなかった？いいえ、宮部教官はとうとう学生を採点する仕事から外され技術を教えるだけの教官になりました。しかし宮部教官がうまくなりましたね、上達しましたねという時は露骨に嫌そうでした。嫌そう？それで私は聞いたことがあります。宮部教官、今日は自分でもまずまずの出来だったと思っています。はい、
上手くなったとは思います。本当は下手くそだと思っているではありませんか。いいえ、なぜそう思うのですか。飛行隊長に合格点をつけるなとおっしゃったそうですね。仲間から聞きました。なぜですか。どこが悪かったのですか。それともただの嫌がらせですか。私は武田学生が下手くそだとは思っていません。でしたらなぜ。武田学生の操縦は全然ダメだと思っています。何をもってそんな。今武田学生が戦場に行けば確実に撃墜されます。ゼロ戦はもはや無敵の戦闘機ではありません。多くの若者が十分な訓練もないまま実戦に投入され初陣で戦死しています。だからこそ今では一人でも多くの搭乗員が。皆さんは搭乗員などになるべき人ではない。もっと優れた立派な仕事をするべき人たちです。私は皆さんに死んでほしくありません。死んでほしくない、そういう意味でしょうか。きっとそうです。その頃は我々も人を、つまりフィリピンから次々と特攻隊が出ていることを知っていました。私も訓練が終われば生かされるものと思っていました。そして必ず散るだろうとも思いました。必ず散る、必ず死ぬということですか。はい、そうですよね。特攻は絶対に死ぬんですよね。これは戦後聞いた話ですが、ある司令長官が出撃する特攻隊員たちを前に涙ながらに激励した後、何か質問はないかと聞いたそうです。すると熟練の搭乗員が、敵艦に爆弾を命中させたら戻ってきてもいいでしょうかと聞いたそうです。ならんと司令長官は言い放った。それが特攻です。特攻の目的はただ一つ、死んでくることだけ。勝つための作戦じゃない。それでも祖父は学生たちには死んでほしくない、そう言ったんですよね。そんな祖父がなぜ自分は特攻へ行ったんでしょう。教育が終了した日、特攻志願書が配られました。特攻志願書。記入した者から志願書を持って退出し、廊下の箱に入れるように。決して署名を忘れぬよう心がけよ。特攻のことはすでに知っていましたが、実際に目の前に志願書を置かれれば全く違う感情が湧き起こります。ある日突然、生きることを諦めろと言われるのです。それでやっと死を覚悟して出撃することと、死ぬと分かって出撃することは全く違うと分かるのです。文字が震えないようにするのが精一杯でした。
多くの者が、いや全員が志願するだろうことは分かっていました。私一人が卑怯者になりたくないと思いました。その夜、誰も志願書の話はしませんでした。代わりになぜか宮部教官の話になったことを覚えています。これは噂なんだが、宮部教官は秘湯で特攻を拒否したらしいぞ。その時代、それは信じられない話でした。特攻志願書を書いたばかりだったからでしょうか。そんな宮部さんを誰も非難しませんでした。さっきの宮部教官の顔を見たか？俺たちに上達しましたねという時の顔だ。宮部教官は俺たちが上手くなるために苦しんでた。あの人は俺たちが知るのが辛いんだ。俺はそんな宮部教官を見てるのが辛い。そうか、宮部教官は特攻を拒否したのか。そして俺たちにも負荷をつけ続けた。強い人だな。それに比べて俺たちは大学にまで行ったのに自分の頭で何も考えてない。ああ、俺たちは弱虫だ。あの、聞きにくいのですが。どうぞ。何でも。武田さんはどうやって特攻を受け入れたんですか？どうやって自分の死を納得させたんですか？姉ちゃん、
難しい質問ですね。すいません。死を受け入れるからにはその死を超える崇高な目的がなければできないと思います。自分が死んで家族を守る、綺麗事に聞こえるかもしれませんが、それならば喜んで命を捧げようと思いました。自分が死ぬことで家族が守れると思ったんですか？特攻隊員の死は犬死にだと言いたいんですか？いえ。自分の死が無意味でも無価値でもない、そう思えなければどうして特攻で死ねますか？どうしても死ななければならないのなら、人はそう思わざるを得ない。だからこそ私は特攻を否定します。断固否定します。宮部さんの話に戻しましょう。特攻志願書を書いた日から私は特攻を拒否したという宮部さんが気になって仕方ありませんでした。そんなある日、本当ですか？はい。武田さんをはじめ皆さんは非常に優秀です。海軍が大学生の多くを飛行機乗りにしたのが分かります。ありがとうございます。しかし、上手くなったものから特攻です。今朝教え子が鹿屋から特攻へ行ったそうです。ゼロ戦は開戦当初は無敵の戦士でした。はい。それが今や老兵です。その時、私はゼロ戦と宮部教官が重なって見えました。ゼロ戦こそ宮部教官のもう一つの姿なのではないか、そう思いました。ちょうどその頃です。友が死んだな。特攻のための急降下訓練で機首の引き起こしに失敗して、本日事故があったことは知ってることと思う。死んだ予備士官は精神が足らなかった。そんなことで戦場が戦えるか。たかが訓練一つで命を落とし、貴重な飛行機を潰すとは何事か。そのような奴は軍人の風上にも置けない。注意。亡くなった武藤少尉は立派な男でした。軍人の風上にも置けない男ではありません。何と言った？はい、武藤少尉は立派な男でした。立派な軍人で、片上。お前、おい、
務士官の分際で生意気だ。私たちはどうすることもできませんでした。ただ感動していました。自分が特攻に行くことでこの人を守れるならそれでいい、そう思いました。そしてそう思ったのは私だけではなかったのです。数日後、宮部教官が急降下訓練の飛行学生を指導しながら飛んでいた時です。4機のシコルスキーが雲の隙間から襲いかかってきました。空襲警報もなく宮部教官は気づきません。その時です。上昇中のゼロ戦が宮部さんのゼロ戦とシコルスキーの間に飛び込みました。練習機に機銃はない。だから身代わりになろうとしたのです。それで気づいた宮部教官は、シコルスキーに機銃を撃ち込んだ後、すぐに他のシコルスキーの背後に回り、さらにもう一機撃墜しました。残り2機のシコルスキーは有利となる上空へ逃げましたが、宮部教官は追いかけることをせず、銃撃を受けた飛行学生の機を着陸させ、自分も着陸しました。私を助けてくれた士官はどこですか？銃弾を受けていますが、まだ意識があります。頑張れよ。頑張れ。意識しっかり。大丈夫だからな。しっかりしろ。大丈夫だからな。しっかりしろ。大丈夫だ。しろよ。大丈夫だ。君は、何という馬鹿なことをしたんですか？ご無事でしたか。なぜあんな無茶をしたんです？宮部教官は、日本に必要な人です。絶対に死んではいけない人です。急ぐぞ。急げ。しっかりしろ。おい、しっかりしろ。頑張れ。おい、頑張れ。祖父も命を救われてたんですね。でもこれでますます分からなくなりました。祖父は妻子のために生きて帰りたい、そう言ったそうです。他の人にも生き延びろ、不時着してでも生き延びろって。教官になった後も生徒には特攻で死んでほしくない、そう言ってたのに。そうね。それなのにどうして自分は特攻で。宮部教官はそれから間もなく九州へ転属になりました。宮部教官に蹴る。
宮部教官、どうかご無事に。私は絶対に死にません。その時、私は宮部教官の目の中に凄まじい生への執念を見ました。この人は絶対に死なないと思いました。それが私が最後に見た宮部さんの姿です。凄まじい生への執念、最後までおじいちゃんは生きようとしてたんだ。それはどうして？あんた初めて呼んだね、宮部久蔵さんのことをおじいちゃんって。それが分かるまで俺この調査やめないから。おじいちゃんがなぜ特攻に行ったのか、それを知るためには特攻に行ったおじいちゃんを見ていた証言者が必要ね。健太郎君、ごめんね待たせて。あの急な仕事が入っちゃってさ。姉と一緒じゃないんですか？お姉さん呼んでないんだ。君は鹿児島の鹿屋って知ってる？はい。特攻の出撃基地があった場所は影浦海山って呼ぶんですかね。うん、あの元海軍上等飛行兵曹、鹿屋での宮部さんのこと知ってるそうなんだ。でもし宮部さんが鹿屋から特攻に出ていたとしたら、総が特攻に行った理由を知ってる。あ、かもしれない。行きます。僕この人に話を聞きます。うん、僕と君だけで行こう。は、この人ね、最近まである有名な暴力団組織の幹部だったんだ。は、し、だからそんなところお姉さんを連れて行けないだろ。で、俺はいいんですか？だって君男だし、これは君のおじいさんのことだし。そうですけど。それにね、戦争を全く知らない現代の若者が特攻で戦死した祖父の足跡を訪ねる、とても興味深い企画になる。ちょっと勝手に僕のこと企画にしないでくださいよ。それにね、俺先方の条件でもあるんだよ。先方って？先方、うん、そう、実はね、この影浦さんに取材の依頼をしたら断られちゃったの。じゃあダメじゃないですか。それが宮部久蔵の孫と一緒に行くって言ったら OK になったの。それってさ、その先方は宮部さんのことを知ってるってことだよね。ですね、うん、だから君が行くのは絶対条件なんだよ。絶対条件って、あの人全然反省してないね。反省？結局俺たちの名前使ってさ、証言者つってさ。その証言者探し出してくれたの高山さんよ。それに高山さん反省してた、武田さんのこと。取材相手に取る態度じゃなかったって。取材相手悪い人じゃないのよ。まあ結局今日も来なかったけどね。
だからそれは私が断ったんだって。元ヤクザの家に姉ちゃん連れて行くわけにはいかないとか言ってて、結局私が行きたいから行くの。姉ちゃんは幸せになれんの？は？あの人と結婚して、高山さんと結婚して幸せになれると思う？思うよ。高山さんは私のこと愛してくれてるし。それだけ？え？結婚相手として条件がいいからなんじゃないの？何それ。大手の新聞記者で、まあ時間は不規則だけど、かなり高収入で社会的地位も高くて。違う？そんなこと考えたこともない？やっぱり。もしそうだったとして、それはいけないこと？いや別に、ただ男は結婚しても人生大して変わらないかもしれないけど、女にとっては全然違うの。何が違うんだよ。どんな男性と結婚するかでこれからの仕事も生活も決まっちゃうの。そういう条件の男性を慎重に選ぶことを簡単に打算だなんて言ってほしくない。姉ちゃんさ、藤木さんには手紙を書いた。え？ある男性と結婚するかもしれないって。なんで？なんでそんなことしたの？なんでかな。藤木さんには告白されてないって、そう言ったよね。でも姉ちゃんはしたのかもしれないよ、あの時。恵子ちゃん。泣いたことが告白だったのかもしれないよ。姉ちゃん、表札はないけど住所はここだよ。お待ちしてました。どうぞ。男たちは気にせんでいい。組の者が修行に起こしてる若い人だ。俺に用心棒をつけてそのやし。聞きたいことがあるんじゃないのか。あのお若いなと思いまして。もうすぐ80歳だと聞いてたんで。そんなことを聞きに来たのか。
祖父の宮部久蔵のその今日はその祖父の話をお聞きしたくてこうして参りました。特攻の基地のあった九州の鹿屋、そこで影浦さんは祖父と一緒だったんですよね。宮部が鹿屋から特攻へ飛び立った。特攻に行った祖父見たんですか？間近で見た。覚えてらっしゃるんですね。宮部のことは今でもはっきり覚えてる。殺してやりたい相手だったからな。殺してやりたい。だが俺が殺すまでもなく、奴は死ぬ運命だった。俺が宮部と再会した時。ちょっと待ってください。なんでそんな。仲間ですよね。影浦さんと祖父は一緒にアメリカと戦った仲間ですよね。だったらなんだ。だったらなんでその祖父を殺してやりたかったとか、殺すまでもなく死ぬ運命だったとか、そんなこと。俺は宮部を憎んでた。突然こんなこと言われ驚いたか。いえ、そういう人にもお会いしてきました。祖父は、宮部久蔵は臆病者だと言われてきました。その臆病者の祖父がなぜ特攻に行ったのか、僕たちはそれが知りたいんです。でもその前に、なぜそれほどまでに影浦さんが祖父のことを憎んでいるのか、それを聞かせていただけますか？なるほど。宮部の孫だ。俺が宮部に最初に会ったのは金谷じゃない。じゃあどこで？昭和18年の秋、ラバルだ。では影浦さんも。あの頃ラバルじゃ毎日多くの敵が空襲に来て、俺たちはその妖撃に追われていた。そんな修羅場の中にいたやつは妻と娘です。祖父が妻と娘の写真を持っていたことは他の人からも聞きました。そうか。ラバルジャ有名な話だったからな。それはいけないことでしょうか？今の若い奴らはみんなそうしてると言いたいのか？ええ、
それに責められるような会社しか頼るもののないひ弱なサラリーマンならとやかくは言わん。だがあの時代は違う。俺たちは命を的にして戦っていたんだ。その横で妻子の話をする宮部に俺は虫唾をした。だが俺が奴を憎んだ理由はそれだけじゃない。宮部は臆病者、そう聞いてるんだったな。はい、いろんな人に。でもそれは再び妻子に会うために。そのいろんな人が言うように宮部はただの臆病者なら俺も笑っていられた。俺が何より我慢ならなかったのは奴が抜群の腕を持っていた戦闘機乗りだったってことだ。なんだ。それもいろんな人から聞きました。俺はラバウルで20機以上撃墜した。空戦の腕には自信があった。空こそ自分の生きる世界だ。空の上なら敵に撃たれて死んでも悔いはない。そう思っている時あの噂を聞いた。噂？宮部は100機近くを撃墜している。そんな噂が俺には信じられなかった。宮部総長、お聞きしたいことがあります。何でしょうか。飛行長の撃墜数はいくつですか。覚えていません。奴の言葉はいつもバカ丁寧だった。俺のように階級が下の者にもだ。それがまた腹立たしかった。いろんな人が噂をしています。10機という人もあれば100機という人もいます。実際のところどうなんですか。敵を何機落としたか、それが重要ですか。もちろんです。違いますか。いえ、戦争は互いに損失を与える戦いです。はい。こちらの損失が少なく相手の損失が大きければ司令部は勝ちと判断します。はい。もし相手を10機落としこちらの損失が1機なれば対象です。しかしその1機が自分ならどうですか。敵を何機落としても一度でも落とされればそれでおしまいです。私は私の戦いをするだけです。自分もそう思っています。だから何機落としたかより自分が落とされないよう必死で戦っています。しかし宮部総長、健全一女、宮本武蔵ですか。はい。武蔵は生涯に何度か逃げている。そして勝てない相手とは決して戦わなかった。それこそ戦いの極意かもしれませんね。信じていたものを否定された気がした。お前など俺から見れば子供みたいなものだと現れた気がした。俺は奴に模擬空戦を申し出た。模擬空戦？
空戦を模した訓練だ。相手に照準を合わせ、発射までの動作をすれば撃墜だ。模擬空戦。お願いします。その必要はありません。影浦君はいい腕を持っている。宮部総長の模擬空戦の腕は天下一品と聞いております。ぜひ教えていただきたいのです。模擬空戦は所詮練習、実戦ではない。分かっています。しかし影浦に行きそう。実戦は君の方が私より上だ。断る。宮部総長。おい、あんな屈辱はなかった。じゃあ結局模擬空戦はやらなかったんですね。いや、あの日も多くの敵が空襲に来た。だが基地の上空で戦うのは有利だ。揚撃戦は十数分で終わった。気がつくと周囲には敵も味方もいなかった。いや、下に一機ゼロ戦がいた。宮部の機だ。その時俺はやると決めた。空戦をしようという一生事だ。すると宮部は応じた。急旋回は体にすごい G がかかる。内臓や目玉が潰れるような苦しみが襲う。背筋と腹筋を鍛えてなければ背骨が折れる。この苦しさに負けて旋回を諦めた時、相手に後ろを取られ、撃ち落とされ空戦が終わる。奴が先に諦めた。勝ったと思った。何が起きたか分からなかった。奴の気が消えたのだ。あの衝撃は今も忘れない。奴の期待は俺の期待に触れんばかりだった。もう症状も何もない。奴が発射レバーを引くだけで俺は吹っ飛ぶ。完全に勝負があった。その時だ。奴の気が俺の照準の中に入った。その時だ。奴の気が俺の照準の中に入った。
てはならぬことをした。撃ったんですか、祖父を。奴は、宮部久蔵は魔物だ。発射レバーを引いた瞬間から俺は生きている念仏のない男になったのだ。撃て。俺は逃げずに撃たれるのを待った。撃て撃て。だが奴は撃たなかった。もはや自爆しかない。潔く腹を切ろうと決めた。無駄死にするな。敗北感に打ちのめされた。勝手に空戦を仕掛け負けた上試されたのだ。だが結局俺は死ななかった。卑怯者と思うか。俺は宮部に負けた。だが奴は俺を殺せなかった。奴にはその度胸がなかったんだ。しかしその日以来俺は命が惜しくなった。
宮部を殺すまでは絶対に死なん、そう思った。つまり奴の言う通りになったのだ。俺は無駄死にを恐れるようになった。奴に命を握られたのだ。黒い怒りが俺の心に渦巻いた。いつの日か必ず撃ち殺してやると違った。そして昭和20年鹿屋基地に転属になった時、夢にまで見た男と再会した。宮部だ。しかしすぐには奴と分からなかった。面相が変わっていたからだ。階級を見ると少尉になっていた。宮部少尉、影浦です。自分もイピソになりました。あれから自分も腕を上げました。もう簡単には負けません。奴は俺を覚えていなかった。俺は一日たりとも奴を忘れたことはなかったの。その翌朝、俺は愕然となった。出撃する特攻隊員に宮部がいたのだ。諸君たちの健闘を祈る。宮部少尉、宮部少尉。特攻に行くのですか。上浦が援護してくれるなら安心だ。奴は俺を覚えていた。その嬉しさと、俺が殺してやりたかったという悔しさと、
なぜ奴が特攻へ行くのかという疑問とで頭の中がマシになった。奴の乗っていたゼロ戦は21型だった。真珠湾攻撃の頃の旧式だ。なぜそんな古いゼロ戦に宮部のような熟練を乗せるのか、抑えきれない怒りが湧いた。宮部に敵の銃弾は一発も当てさせない。襲いかかる敵は全て俺が撃ち落とす。弾がなくなれば敵に体当たりしてでも宮部を飲む。それだけ思っていた。しかし久蔵とはそれきりだ。祖父は敵に体当たりしたんでしょうか。最後の瞬間は見られなかった。だがあの頃特攻機はほとんど米艦隊にたどり着けなかった。おそらく奴は敵の戦闘機に食われたんだろう。復讐だったのかもしれんな。宮部を殺した日本へな。俺の人生は例え臆病者だと言われようと、愛する妻子のもとへ帰りたいと、確かに祖父はそう公言していたそうです。それなのになぜ祖父は特攻に行ったんでしょうか。奴の目は死を覚悟した目ではなかった。影浦が援護してくれるなら安心だ。それはどういう意味ですか。最後まで生きる望みを失ってなかったってことですか。分からん。俺の話はこれで終わりだ。健太郎。
お前の祖母は今どうしてる？お前らの祖母だ。6年前に亡くなりましたが。あの、祖母が何か？幸せな人生だったか。そうだったと思います。そうか。祖母に会ったことがあるんですか？ない。奴の家族には何の興味もない。じゃあどうして？話は以上だ。帰ってくれ。お忙しい中本当にありがとう。どういう意味だったんだろう。奴の目は死を覚悟した目じゃなかった。うん、おじいちゃんは特攻に行く直前まで死を覚悟してなかったってこと？言い方に概要を聞け。特攻を命じられたらどこでもいい。島に不時着しろ。不時着？不時着しようとしてたのかな。そう考えれば辻褄が合うよ。妻子のためにあれだけ命を大事にして特攻を拒否して他の人に不時着を勧めてたのに、なんで自分は特攻に行ったのか。じゃあなんでおじいちゃんは不時着しなかったの？影浦さんは言ってたよね。おそらく奴は敵の戦闘機に食われたんだろう。
んなはずない。それくらいおじいちゃんは妻子を愛してたの。どんなことをしたって生きて帰ろうとしたの。宮部さんが特攻に行った日の話をしましょう。これでも運命だと思うか。そうして一生私たちのために生きるつもりですか。